2021年明けましておめでとうございます。はい、本年もよろしくお願い申し上げます。今オープニングで皆さんにご覧いただいた映像は南小国町おしと石の丘をドローンで飛ばしまして空撮した映像になってます。そっか、でもドローンだといえば結構南小国町推してるよね、ドローン。そうなのよ、なんかね、南小国町でよくドローン飛ばしましたみたいな話をよく聞くよね。そうね、うんうん、確かになんかドローン手形とかもそういうのいろいろあるよね、うんうんうん、なんかね、なんでこんな南小国町でドローン飛ばしとるんかね。ね、なんかそれの背景とかちょっと知りたいな、うん、ちょっと気になるよね。ちょっと調べておきましょうか。調査しに行きまーす。二人で手分けして、まずカジちゃんが向かったのは南小国町役場。なんか南小国町っていろいろドローンなんか使ってると思うんですけど、はい、なんでこんなにいっぱいドローン使っていろいろやってるんですか？導入の目的としましては、うんうん、平成28年の熊本地震、はい、でまた翌年にですね、九州北部豪雨、うんうん、まあ、この2つのですね、災害を立て続けに受けたことでですね、はい、もっと防災力、災害対応力の向上をしなければいけないと思って、うんうん、ドローンを導入しました。例えばじゃあ具体的に、じゃあ災害が起こった時とかってどういうふうにドローンを使っていろいろやってるんですか？そうですね、今年はですね、7月にまた豪雨災害を受けまして、うんうん、で今年はですね、結構町内各地でですね、大きな被害を受けたので、まあ、災害後にですね、調査班を作って、はい、でそこの、被災調査ですね、うん、まあ、ドローンを使うことでですね、まあ、離れたところ、うんうん、まあ、より安全なところから、うんうん、現場を撮影することができる、うんうん、まあ、どのくらいその被害の大きさがあったかですね、うん、がもう一目で分かるようになって、記録写真としての向上も効果があったんじゃないかなと思ってます、うんうん、町民の方がドローンに触れる機会ってあるんですか？小中学校向けにドローン体験授業をやっておりまして、はい、まあ、一番最初はプログラミング、プログラムして、まあ、そのプログラムした通りに飛ばすっていうのだったりですね、うん、で中学校の方ではですね、映像制作授業をしておりまして、うん、最先端技術を使っていただくことで、またいろんな興味をですね、持っていただけたらと思っております。ドローンってすごいいろいろ役に立ってるんですね。そうですね、うん、ドローンって聞けば聞くほど奥が深いんだね。そういえば皆さんはドローン手形って知ってる？今度はマックスが調査したみたいだよ。キワカワさんにやってきました。こっちにある観光協会にとにかく僕よりずっとずっとドローンが詳しい人がいるんで、ちょっと手形をもらって詳しい話ちょっといろいろ聞かせてもらおうかなと思って。これです。南小国町観光協会です。お疲れ様です。小田さん、手形もらいに来ました。なんか町にいろんな手形があるけど、はい、ドローン手形のことを教えてもらっていいですか？はい。ドローン今いろんなところで使われてて、空中に飛ばして綺麗な景色を撮るっていう方がたくさんいらっしゃるんですけれども、自由に飛ばせるっていうわけではなく、いろんな制限がある中で、ドローン手形を使って、そこの場所をしっかりと、お借りしてで飛ばしていただくというような手形になっております。じゃあこれはもうルール通り飛ばしてますよという証拠になるようなものなんですか？そうですね。南小国ドローン手形は町民の方々の協力を得て、ドローンを自由に飛ばせる場所が増えていっているんです。ドローンを持ってる前提っていう感じなんですかね？はい、このドローン手形はドローンを持っている方が飛ばしていただくような場所を貸すための手形なんですけれども、はい、ドローンを持っていない方はですね、別にドローン操縦体験っていうのがあるので、こちらの方で私どもでドローンをお貸しして、うんうんうん、で飛ばし方をレクチャーをして
で皆様に、飛ばしていただいて綺麗な画像を撮ったりしていただくっていうサービスもあります。それはもう誰でも参加できるんですか？誰でもできますよ。子供とかでも参加できるんですか？はい、お子様でもですね、そんなに小さいお子様でなければ、小学生ぐらいのお子様でしたら、ゲームもですね、皆さんできますので、はいはいはい、自由に飛ばすことはできるかと思います。そっか、ゲームだから意外と慣れてるかもしれない。そうですね、わかりました。はい、ありがとうございます。ぜひ楽しんでください。はい、ちょっとこれを書いて、はい、ちょっと飛ばしてきます。飛ばしてください。行ってください。マックス。撃ってかった。撃ってきたぞ。早く押せよ。早く飛ばそう。車忘れた。忘れてきた。ちょっと盛り上がりすぎて忘れちゃった。わい。来た来た。これが噂のドローン手形ですね。マックスお疲れ。これでございます。これです。カジマックスの2人がやってきたのは小萩山稲荷神社。実は我々もドローン飛ばせるんです。ちゃんとした講習を受けて、うん、はい、ドローン操縦士って言ってもいいかな。そうだね、いいかな、はい、いいかな、ギリギリ言ってもいいかな、はい、はい、大丈夫です。はい、じゃあとりあえず飛ばしまーす。飛ばしまーす。よし、動きました。いけいけ。はい、飛ばしまーす。いけいけ。おー、いいね。やっぱあれだね、南ヨグニでさ、ドローン飛ばすとさ、すごいなんか開放感のある映像が撮れるけんいいよね。先生今集中してます。聞けよ。いや、でも、そうよね、本当に、ね、なんかこういう開けた景色結構いろんなところにあるし、うんうん、それぞれの魅力もあって、うんうん、なかなかね、こういう高い山とか行って、うん、自分の目で見ることが多いけど、うんうん、なんかこの虎、虎じゃない、鳥の目から見えないよ。鳥の目から見えるのはなかなかないもんね。ないない。あとあれだよね、ここ南ヨグニってさ、こう四季、春夏秋冬によって全部こう見える景色が違うからさ、そうよね、この小萩山とかも私が前飛ばし来た時はすごいもう野焼きの後で真っ黒だったのよ、うんうん、でも今日はさ、まだ全然こういうススキとかがちょっと残ってる風景とかで、あれだね、なんか季節によって違う絵が楽しめるっていうのがすごいいいね。そうね、特にね、だって野焼きは他の地域だったらないもん。なかなかね、ないよね、うん、そしてなんかそこの土地に踏み入れることもなかなかできないからね。そうそう、危ないしね、うん、そういう感じでこう同じ場所でも何回も来て、うんうん、新緑とか、いいね、冬とか、なんか全部こう自分のエースのストックを食べとくのも楽しそうだな。めちゃくちゃ楽しそう、それは、いいと思う、うん、ドローンってただ飛ばす楽しみだけではなく、防災や町民の生活にも密接に関わっているんだね。これから将来の子どもたちがもっと驚くような発見をしてほしいな。